はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を始めていきたいと思います。今回は、5位のトラウマミラージオと対決です。青すでに残留が決定しました。で、成績見てみて、こっちじゃなくてこれを見ると、2位のトップロードナイタとは、7ポイント差です。で、残り4試合で、7ポイントを詰めなきゃいけません。これはちょっと辛いですね。で、直接対決があるんかっていうと、ありますね。ここで勝ったら3ポイント詰められるんだけど、それでもまだ4ポイントというわけで、多少は目は出てくるんですけど、基本的には厳しい。というわけで、ここは均等に力を貯める場所としたいと思います。さてとですね、ミオがちょっと疲れてますね。サツキに変えましょう。ミオだな。福山と美穂がいて、浦川がいる。福山から美穂に変えよう。美穂と浦川をチェンジ。千歳は悪くはないな。千歳と浦川を変えよう。カルベがいるんで、カルベと深沢を変えよう。で、サツキを後ろに置いて、ヒロタと、くるみを変えます。こんな感じですね。また。で、夏木を、今回、あげたいと思います。基本的に、キーパーは変えることがないと思うんで、三木本を上皇の代わりに行きましょうか。さあ、これで、広田と、緑の位置を変えてみましょう。ちょっとこれでどういう働きになるか。富山ミラージオの方がホームです。なので、30、30で、互角と、言われてますね。結構客入ってますね。富山ミラージオ、人気あるんでしょうかね。まあ、我がチームも、結構ファンが増えてきてるみたいで。まあ、勝ってきてるということで、まあ、昇格1年目にしては、いい感じはあります。おっと、取られちゃいました。あっさりですね。ちょっとですね、まあ、おっと、やばいぞ、これ。お、キーパー、サツキ、うまくカバーしたが、まだピンチが続く。キーパー正面だった。早いパス回し。うまいパス回し。パス回しがすごい。おっと、どこだ。マドカーが飛んだが、これは飛ばない。まだチャンスは続く。カルベ。あー、残念。外を出しました。さあ、ここはボールをキープして頑張ってほしいところ。ちょっと厳しいか。サツキが取ったインターセプト。おっと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 。あー、残念。惜しい。いいとこまで行ったんですけどね。さあ、今度は、そうはいかなかった。さあ、ここは、ボールを持っていてほしい。カルベ。おっと、誰が飛び込んでくるのかって、ちょっと無理があったか。おっと、ノーホイッスル。やばいくはない。やばくはないってどっちなんだ。また外に出す。カッターマミラジオ、苦し紛れを戦いやってます。ボールが取れてないから、疲れが溜まってくるんじゃないかな。なるほど。せい、
ちょっとやばい子はないか。おっと、インターセプトされてるが、ここは、切った。ちょっと、食らわんか。ちょっと待った。サツキがえらいバテている。フッカザーと早くもチェンジ測ります。パス、おっと、これはファールだ。さあ、緑。抜けた。ワハイ抜けた。羽生田？羽生田もやった。抜けて。おっと。ここで前半終了です。藤原が、千歳菊池、彩香美穂。美穂の方が疲れそうなんですけど、まだわからないですね。さあ、後半開始です。早くも、あっと、ここは危ない危ない。オフサイドに助け合いました。おっと、パンチングだと。ここはオーバーですね。さあ、羽生田とまどか、ひょうたもちょっと疲れてるぞ。みほも疲れてますんで、ここを福山にチェンジしましょう。福山と千歳を入れ替えます。羽生田と疲れてるのかな。ひろたと緑を左右に入れ替えてみよう。ちょっとはピンチが続いてますね。取り切り返したよ。おっと、なんかパッとしないぞ。ここも連携が。さあ、富山ミラージュも含めてチェンジです。さあ、これはゴールキックだった。月の内。行くに、菊池が取りに行きますが、と。もう危ない。なんかあんまりいいとこがない。攻めきれない。さて、深澤、あーっと、残念。カルベ。さあ、今度はピンチが続く。あばっと、通らない。千歳が回って、外に出すが、リオがまだピンチ続く。危ない。なんか、すごいピンチが、常にピンチが続きますね。交代枠はもう使い切ってますからね。あーっと、はい、入れられてしまった。どうした？後半になってなんか、途端にパス回しが悪くなってきました。さすがにあの夏希を耐えられないですね。がね、こう、なんか、気が雑なんですよ。おっと思った！エスミアット！
緑、あー、丁寧に言っとけば、これは厳しい。あーっと、破れ去りました。残念。うわ、危ないなと思ったんですが、パス回しはうまかったんですよね。よくクマとか思い切り飛んでます。緑、これですけどね、菊池がなんかね、もうしで、タリング、しかしこれ守備がなかなか硬かった。それからピンチが長く続きます。リオ、おっと、これ入ったと思ったんですよね。して、そのコビルマキがこのヘッドがうまく合わせ合えた。これは辛い。して、スミチャンスだったんですが、ここはあの冷静に生きてって欲しかった。あの、久しぶりの悔しい敗北です。ボールの支配率がこちらの方が高かって、枠内も含めたシュート回数もこちらの方が良かったんですけどね。これで、あの、4位ですか。4位のままではありますが、プロードは成田もどうも敗れ去ったみたいなんで、7点は変わらないんですが、3試合では、さあ、ナーコが復帰しました。そう、ナーコがいないとこも痛かったですよね。というわけで、悔しい敗北を喫してしまいました。2位もかなり、あの、厳しくなりました。まあ、その2位のトップロード、成田が次の、あの、試合で戦う相手です。ここは、あの、くるみも出してですね、あの、いいメンバーで、あの、臨みたいと思います。はい。来年につなげていきたいですね。というわけで、この動画、ここまでとなります。はい、ゲーム動画で行こうでは、あの、チャンネル登録者数を増やしたいです。動画タイトル右側にあるチャンネル登録ボタンを押してください。動画を続けていく、どんどん動画を上げていくために、力になりますので、よろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。また、お時間ありましたら、最後を20秒に流します。関連動画、動画プレイリストの方も見てください。カルチョビット、お送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。